1976年の三河川河井駅とその周囲。駅は、写真中央のやや左。左から上へと抜けていく川が、腕側。国土交通省国土画像情報をもとに作成三河、河井駅は、愛知県新城市川豪事湖市にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。愛知県の豊橋駅と長野県の辰野駅を結ぶ、JR 飯田線の中間駅の一つである。 新城市の北東部に位置する、近隣にあるウレダムの建設時には資材輸送基地として利用されていたが、現在はわずかな旅客を扱うだけの旅客駅である。開業は1923年、宝来寺鉄道と三新鉄道の境界駅であったが、1943年に両鉄道等は国有化され一括して国鉄いい打線とされた。 JR 東海へと移管されたのは1987年のことである。奥、三河を通る街道の一つに別所街道があった。別所街道は、豊橋から豊川佐賀の旧八名軍域を通り、北設楽軍の本郷を経て、新井の峠を越え、長野県へと至る街道である。駅のある河合地区はもともと、この街道の物資集積地であった。 旧したら群域で最初に開通した豊川鉄道は、豊橋駅を起点として1900年に大会駅まで達した。現在の JR 飯田線南部にあたる区間である。対象に入ると、東三自動車運輸株式会社によって1919 19年8月より、大会から王の、河合を経て、本郷へと至る路線バスの運転が開始された。鉄道省名古屋鉄道局のポスター。 左下に、三河河合駅からバスで中部まで移動し、中部二股の天竜川船下りする観光ルートが示されている。バス開業から4年後の1923年2月、豊川鉄道の姉妹会社宝来寺鉄道が、大会駅を起点として、三河河合駅まで開通し、河合にも鉄道が開通した。河合まで同鉄道ができたのは、ここが、 別所街道の物資集散地であったためである。この時点では、三河川駅は終着駅であり、それゆえにその先の北還、南進地方への玄関口となった。駅からは、古戸や静岡県の中部へのバスが接続して、乗り換え客で賑わい、物資の集積地としても栄えて、駅前一帯には、旅館や食堂、物資を扱う運送業者、問屋が集まり、活況を呈した。 駅自体にも、宝来寺鉄道直営の食堂と宿泊施設が併設されていた。終着駅であった頃が、河合の地区が最も繁栄していた時期であったという。開業から10年後の1933年12月、三新鉄道がさらに先東栄駅までの路線を開通させた。同鉄道はこの後1937年に、三河河合駅と天竜京駅を結ぶ区間を、 全通させるのだが、豊川鉄道、宝来寺鉄道と直通運転を行う道線の開通により、三河川駅は実質的には途中駅ではなくなった。三新鉄道開通時、駅は山寄りに移転している。1943年8月、宝来寺鉄道や三新鉄道、豊川鉄道等の鉄道路線は、買収国有化され、一括して、 豊橋から立野までを結ぶ国鉄飯田線とされた。これに伴って三河河井駅も国有化後の大きな出来事は駅北方に建設されるウレガムへの資材輸送基地として活用されたことである。資材輸送は1953年から本格的に開始され、駅にはセメント等の資材を保管する倉庫や砂利を貯蔵するホッパー、これらの施設への引っ込め線が新設された。 駅に一旦集められたこれらの建設資材は、道路や作道を用いて、ダムサイトへと輸送されていった。砂利については、天竜側のものが用いられ、祭七に近い飯田線、千代駅から三河河合まで、15トン積み貨車重量を連ねる砂利運搬専用貨物列車が運転されていた。このダムは1958年に完成した。貨物営業に関しては一時的に、 ダム資材輸送基地であったほか、クレーンを備える木材の積み出し市駅でもあった。しかし1971年12月、飯田線合理化の一環として、開業時から行われていた、貨物営業は廃止された。旅客専用駅となったまま1987年4月の国鉄分割民営化を迎え、国鉄から JR 東海の運営に移行し、現在に至っている。 旧駅舎ホームと80系電車島式ホーム一面二線の地上駅である。ホーム番線は東側が一番線、西側が二番線で一番線に豊橋方面行きの上り列車が二番線に中部天竜方面行きの下り列車が発着するが二番線は上下双方に対応する。またホームに接さない側線も構内に付設されている。駅舎は ホームの辰野川の端から一番線を横断した先、港内東側にある。かつては駅員の配置があったが、1986年以降、無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。2002年の乗車人員は、年間34,284人で、そのうち、約82%に当たる27,984人が、定期券での利用である。 その他の都市の乗車人員は以下の通り、飯田線運行形態も参照2011年3月改正時点で、下りは1日12本、上りは13本の列車が設定されている。種別は普通列車が主だが、上りに1本のみ快速列車がある。特急、稲路は停車しない。現在はないが、かつてはこの駅を起点ないし終点とする列車が存在した。 例えば1972年3月改正の時点では夜間に豊橋方面発で三河川合終着の列車があり早朝に豊橋方面及び中部天竜方面へそれぞれ向かう三河川合起点の列車があった。また2017年4月19日に早瀬下川合まで発生した土砂崩れの影響により 三河川河井中部天竜館が普通となった際は、この駅で折り返し運転を実施した。駅のある新城市河井は、豊川の支流売れ川と亀渕川の合流点付近に発達した集落である。市内には、小学校や郵便局などの施設がある。駅前から伸びる愛知県道424号で、売れ川沿いを北東へ進んだ場所には、売れダム、宝来湖がある。 河合を通り抜けている国道151号を西側へ進み、上川の右岸から左岸へと渡った先は新白市五号。三円南新自動車道の宝来橋インターチェンジが地内にある。地内を通りさらに西へ進むと次の柿平駅の対岸へと出る。一方、河合から国道を東へ進むと飯田線と並走して次の池場駅対岸へとつながっている。 東海旅客鉄道 CDE 打線快速三河牧原駅三河河合駅、東映駅普通三河牧原駅柿平駅、三河河合駅、池場駅東映駅一部の普通列車は柿平駅と池場駅に停車しない。ありがとうございます。